はい、伊藤環境大臣の閣議記者会見を始めます。冒頭大臣からご発言がございますのでよろしくお願いいたします。まず外来生物法施行令の一部を改正する政令の閣議決定についてご報告申し上げます。本日の閣議において外来生物法施行令の一部を改正する政令を決定いたしました。アフリカヒキガエル、そしてオオサンショウウオ属のうち日本固有種のオオサンショウウオ以外の生物をその交雑種も含め新たに特定外来生物に指定するものです。特定外来生物の指定により今後飼育や移動等が規制され生態系への被害の防止につながることが期待されます。なお指定する種の詳細についてはお手元の資料をご覧ください。次に地域脱炭素に関する国と地方の意見交換についてご報告申し上げます。昨日地域脱炭素に関する国と地方の意見交換会を開催し地方3団体の皆様と地域脱炭素を推進する上での課題や今後の施策の方向性について意見交換を行いました。意見交換会の場でも発言しましたとおり本年6月から開始する地球温暖化対策計画の見直しの議論に合わせて令和3年に策定した地域脱炭素ロードマップに基づく取り組みの進捗状況について専門的見地から総括し今後の施策の方向性を示すべく来月をめどに地域脱炭素に関する有識者検討会を立ち上げます。昨日の意見交換会での地方3団体の皆様からいただいたご意見をしっかり受け止め有識者検討会における議論を進めてまいります。次に環境の日環境月間についてでございます。来月6月は環境月間、そして6月5日は環境の日です。環境省は環境の保全について国民の皆様に理解を深めていただくよう環境月間の期間中に SNS などを通じた情報発信を集中的に行っています。今年度はライフスタイルの変革を促進することを目的に自然や生き物、食品ロス、サステナブルファッションなど身近なテーマを取り上げます。一人一人の環境保全の取り組みがより良い暮らしの実現、さらには経済、社会の発展や地球の未来につなぐことを共有し同心円で取り組みを広げてまいります。次に令和6年能登半島地震への対応についてでございます。令和6年能登半島地震に関する公費による家屋等の解体についてはこれまで解体の申請窓口を行う地方自治体職員の派遣等による申請受付事務の支援や解体工事に先立って行う現地調査や解体費用算定といった工事前調整の専門の技術者の大幅な増員等を行ってきました。こうした支援により石川県内では4月末から現在にかけて公費解体の申請等数が約1万棟から約1万5千棟に増加し解体実施等数も約300棟から約800棟に増加しています。この度家屋等の解体をさらなる加速化に向け本日公費による解体撤去の申請手続きのさらなる円滑化に関する事務連絡を法務省とともに発出しましたのでお知らせいたします。事務連絡の内容は大きく次の2点でございます。家屋等が倒壊、焼失、流出等により滅失し建物性が失われた場合には建物所有権等が消滅することを明記し
関係者全員の同意がなくても公費による解体撤去を行うことが可能であることを明らかにしました。また倒壊していない損壊家屋等については共有者等の意向を確認することが困難な場合の、いわゆる宣誓書方式について具体的な手順等をお示しするとともに、その積極的な活用を促しております。環境省としてはこれまでご尽力いただいた各自治体のご担当者の皆様に改めて感謝を申し上げるとともに、この事務連絡が公費による解体撤去の手続きの円滑化につながるよう被災市町村にしっかり周知を行ってまいります。引き続き公費解体の円滑かつ迅速な実施に向け関係省庁とも連携して取り組んでまいります。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではここから各社のご質問を受け付けたいと思います。ご質問ある方は挙手いただきましたら指名しますので、お名前と社名を述べた上でご質問ください。まず幹事社のフジテレビ岩田さんからお願いいたします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。幹事社のフジテレビです。先ほどお話に上がりました被災家屋の公費解体について、はい、こちら現在の進捗状況をどのように評価されていますでしょうか。また今般公費解体の申請手続きのさらなる円滑化に向けた取り組みを進めるとのことですが、これにより公費解体に向けた課題は解消されるとお考えでしょうか。残っていると認識されている課題があれば今後どのように対応されていきたいか、考えを教えてください。よろしくお願いします。はい、今冒頭でお伝えしました通り、石川県内では公費解体の申請棟数が約1万5000棟、解体実施棟数が800棟と、ともに増加しており、公費解体は着実に進捗していると思います。また今回の事務連絡により、これまで関係者全員の同意を得ることが困難ではあった場合においても、申請が可能になるだろう。公費解体の申請手続きのさらなる円滑化が期待されております。今後はこのような解体申請手続きの円滑化や解体工事の加速化を進めるとともに、解体工事で発生する大量の廃棄物の処理を着実に進めることが重要となると考えております。具体的には解体廃棄物に関する必要に応じた仮置き場の増設、陸上輸送や海上輸送、県外の広域処理などを計画的に進めていく必要がございます。今後とも石川県と緊密に連携し、各市町で解体工事及び災害廃棄物処理が円滑に実施されるように全力で支援を行ってまいりたいと考えております。はい、それでは各社さんお願いいたします。じゃあ高村さんお願いします。熊本に熊本日日新聞の高宗です。水俣病の件でちょっとお尋ねしたいと思います。現在の特殊疾病対策室長が、2023年に、石綿健康被害対策室長だったときに、中央環境審議会の小委員会の運営をめぐってですね、被害者側から運営のあり方に対しても抗議文が環境省に出ているんですけども、この抗議声明についてですね、どのように総括されて改善していくべきだというふうに内部で協議されたかちょっと教えてもらってもいいでしょうか。抗議声明詳細を現在私が手元にございませんのでちょっと詳細なお答えはこの時点ではお答えしたいできませんけれども、後で調べて事務方からお答えしたいと思います。抗議声明を受けていろいろ改善策とかですね、議論されたと思うんですが、そういう経緯があった中でなぜ今回のマイク切りが起きたのか、大臣の所感を教えてもらっていいでしょうか。先日の記者会見でも申し上げましたけれども、今後ですね、
環境省において、こういった事案が起きないようにしっかり指導してまいりたいと、そのように思います。いや、まあ、それは理解するんですが、総括した結果が生かされてないのではないかと思うんですが、その点はいかがでしょう。生かされるように努力したいと思います。では NHK 林さんお願いします。NHK の林と申します。冒頭におっしゃった能登半島地震の公費解体について、はいはい、患者質問とも大きく重複する部分はあるかもしれないんですけれども、広域処理等に言及されましたが、改めて今のその課題っていうのはまさにそこにあるのか、それともこう今進んでいる国の中で他にもその公費解体の課題っていうのはあるっていう認識はあるのか、そして改めてそれを解消するために環境省としてこの公費解体が復興のためにどのようなものだっていうような位置づけを持って施策を進めているかっていうのを伺ってよろしいでしょうか。冒頭で申し上げたことが多分中止だと思いますけれども、公費解体をめぐってはその手続きの話、それから実際にどのやって方、いろいろ諸課題はあると思います。環境省としてはその諸課題を一つ一つ解決してですね、また石川県、また関係市町村と連携してしっかり公費解体が円滑に進むように努力してまいりたいと、そういうふうに考えております。当然のことかもしれないですけど、やはり発生から今までこういう支援を続けているというのは改めて公費解体というのが、公費解体そして災害廃棄物の処理というのがやはり環境省にとっても復興に何よりも大事というか、そういう位置づけのためにこういう政策を継続されているということなんでしょうか。環境省の所管としては、信用処理ですね、それから、公費解体、そしてまたそこから発生する災害廃棄物の処理というのを所管しておりますので、そこを中心にですね、アニマルウェルファアも所管しておりますけれども、環境省として、努力して公費解体、そしてまた災害廃棄物の処理がですね、円滑になるだけ石川県がお示しになっている期間内に完了するように全力を挙げたいと、そういうふうに考えております。松木さん、日刊工業の松木さんお願いします。はい、日刊工業新聞社の松木です。はい、そして先ほどの地域の、3団体の方と意見交換をされた、はい、ということでしたけれども、はいはい、どのような意見が、はい、あったのか、例えば地域側から、どのような要望というのがあったのかどうか、はい、例えば地域脱炭素先行地域の拡充のような声が求めるようになったのかどうかというところと、はい、あと地域、その脱炭素有識者会議を、また、作るということでしたけれども、はい、これも開催頻度ですとか、取りまとめの、時期とかがあるのかないのか、あとそのメンバーどのようなメンバーで、さっき有識者ということでしたけれども、例えばその中に若者が入るのかどうか、そのあたりをお聞かせください。はい、まず昨日行われた意見交換会でございますけれども、環境省の方からは地域脱炭素の取り組みの状況や課題についてご説明した上で、地方3団体の皆様から地域脱炭素政策に関するご意見をお伺いいたしました。3団体の皆様からいただいた意見をある程度こう集約して申し上げれば、地域脱炭素に取り組む地方公共団体の財源確保、それから人的支援、それから地域と共生した再エネの推進、それから再エネ設備の撤去廃棄を適切に進めるための方策等についてですね、幅広くご意見をいただいたところでございます。で、今回いただいたご意見の内容については、環境省としてもしっかり受け止めて、来月をめどに立ち上げる有識者検討会において地域脱炭素の課題及び今後の施策の方向性について議論していきたいというふうに考えております。それから次回は本年秋ごろに今後の地域脱炭素施策の方向性について地方三団体との検討会の場を設けさせていただきたいというふうに考えております。で、検討会の詳細については事務方にお尋ねいただきたいと思います。はい、清水さんお願いします。
エネルギージャーナル社の清水です、はい、今 の、 あの松木さんの質問に関連するんですが、脱炭素地域、まあ、これ先行地域のことですけども、はい、もうあの当初予定したおそらく24年度いっぱいを利用するとですね、100地域がほぼ決まってくるということで、次期計画なりその脱炭素の先行地域のフレームやなんかどうするかということが課題だろうと思うんですが、その辺のお考えと今度の有識者会議でもそれを議論の対象にするのかどうか、その点よろしくお願いします。はい、あの脱炭素先行地域というのはそこだけをあの留めるということで、それが横展開するということをあの期待して指定しているわけでございます。で、五カ門 の、 あの第2期であのどれぐらい増やすのかとか、それについてはまだ具体的な計画は決まっておりません。あの今回の脱炭素先行地域の指定、それがあの地域全体にそれこそあの同支援に広がっていくかどうか、そこも踏まえながらあの計画を策定していきたいというふうに、考えております。まあ、地球温帯計画もね、はい、見直しして強化拡充の方向だということからいくと、はい、100地域以外の水平展開以上に、はい、全国津々浦々にやることがやっぱり役割というか必要だと思うんですけど、どうですか。そこは基本的には同じ考え方です。ただその方法論について、その脱炭素先行地域そのものをあの数を増やすやり方がいいのか、また別のフレームがいいのか、ここも含めて検討をあの進めてまいりたいと、そういうふうに考えております。それからもう一点ですね、はい、ちょっと別件なんですが、はい、岸田首相が日中韓の、はい、首脳会談を、はい、昨日ですか行われた、はい、で日中環境協力というのもね、はい、非常に重要なテーマだと思うんですが、はい、報道によればその気候変動対策とか、はい、持続的可能な開発、はい、まあ、あの中国製品の、問題も入っているんだろうと思うんですけども、はい、まあ、あのやっぱり日中の環境協力のあり方が、はい、今回の岸田会あの三首脳会談で相当やっぱり変わってくるといいますか、どういう方向を目指すべきだというのは、はい、なんか明確になったんでしょうか。その辺 の、 その、 あの今度の会談のですね、環境関連のことがどういうそのやり取りだったか、伺いたい。現時点でその会談の詳細については外交上のこともあり、私も完全に掌握しておりませんけれども、いずれにしても日中韓が首脳で、これから意思疎通を図っていくことは、その環境問題に関してもより意思疎通が円滑になるというふうに考えております。私はもうすでに日中韓の環境大臣会合というのは名古屋で開かれて出席しておりますけれども、まあ、次回も今年適切な時期に開かれるものというふうに予想しております。まあ、その日中韓の環境大臣会合だけではありませんけれども、あらゆる場において、日中韓、またそのとりわけ日中において環境問題について、お互いに理解を深めてですね、地球環境という共通の課題について、前進してまいりたいと、そういうふうに考えております。やっぱり中国のね、はい、気候変動対策を強化するということは世界中のニーズだろうと思うんですね。でアジアで隣国で中心の日本が、はい、そういう働きかけなり、はい、あるいはそのどういうことだったらできるんだという、ね、はい、その辺 の、 その議論というか提起というか、そこをやっぱりやるべきだと思うんですけども、どうですか。その日中韓の環境大臣会合やなんかも踏まえて今後の対応としてお考えありませんか。日中韓環境大臣会合もございますし、まあ、COP28 の時も2カ国会談を行っておりますし、今ご指摘の点も含めて私の方から発言しております。はい、
はい、特になければ本日は以上とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。